反対まあいいか旅行やからね
後ろ何かあるんやろ。すごかった。何か撮ってあろうかな。街中ちゃうの、前と反対から来てんのな、うん、南から来てるの反対側から。正方向、変えたら変えたら、ここには目玉ある。
あ、マツコだったな、この間の寿司屋さん。ヘルプとかの会社に。あ、これや、ここや。泊まる。マシケ。あの、今晩泊まるな。できたとこやね。およそ700メートル、都会町伊豆町で、北側方面へ、右方向で、その先、左方向で。すみません。すみません。およそ400メートル、都会町伊豆町で、北側方面へ、右方向で、その先、左方向で。まもなく右方向です。慶応義塾大学の元監督木島和也さんにお願いしてまいりました。どうもありがとうございました。はい、失礼しました。お伝えしましたように今日の第1試合では沖縄の興南高校が6対5、今日の報徳学園に逆転勝ちをしました。第2試合では神奈川の東海大相模が千葉の成田高校に11対7、こちらも逆転再逆転とあったゲームを制して決勝進出を決めています。甲子園球場では水まきが行われています。明日の決勝に向けての準備がもう始まっています。青空の甲子園球場、日差しが少し弱くなってきています。明日の決勝、総合テレビで午後1時から、平成第2テレビでも午後1時から、ラジオ第1放送では午後0時55分からお伝えいたします。明日もどうぞ NHK 岐阜の放送でお楽しみください。ではニュースをお伝えします。関東大臣は今日の閣僚懇談会で、政府が検討を進めている追加の経済対策について、できるだけ財政出動を伴わない形で有効な対応を検討するよう各閣僚に指示しました。この中で菅総理大臣は、追加の経済対策を実行する場合にはできるだけ財政出動を伴わない形が望ましいとして、規制緩和や税制の見直しなどを中心に有効な対応を検討するよう各閣僚に指示しました。この後関東に